こんにちは、アムネコです。今回は、意外にも手つかずだった、カキ止まりの龍ヶ崎の磯と、対岸のゴジラ岩の磯です。龍とゴジラというすごい名前がついた磯ですが、どうなんでしょうか？まず、龍ヶ崎へ向かいます。岩崎を近くで見てみると、すごく険しい断崖ばかりで、とても歩いていける場所ではありませんね。いかにも釣れる雰囲気は持っていますが、なぜか釣り情報が見つけられず、瀬渡しの情報も見つけられませんでした。ただ、ある方のブログを見ると、山使いに崖の上までは行けるようです。この辺りもいい雰囲気ではあるんですけどね。そしてここも少し使っていけば、キラスズキなど釣れそうに見えますけどね。さっきから雰囲気ばかりですみません。ここまで龍ヶ崎の磯を見て回ったところでは、全体的に水深が浅い感じを受けました。そういうのが釣り場として向いていないのでしょうか？ちょっとわかりません。潜りで遊んでいるようにも見えますが、もしかしたら漁師さんですかね。ちょっとわかりませんでした。ちなみにこの辺りの磯までなら、時々釣りをする人は見かけます。チヌやイカが釣れるようです。ただ今の時期は海水浴シーズンなので無理ですね。対岸のゴジラ岩の磯に向かいます。途中の離れ瀬ですが、ここには時々マイボートで渡って釣りをする人がいますね。クロやチヌ、イカが釣れるようです。ゴジラ岩の磯です。この磯もたまに釣りをする人を見かけます。クロやチヌ、イカが釣れるようです。歩いて行けますが、満ち潮になると戻れなくなりますので注意が必要です。ゴジラ岩を横から見ると、なんとなくゴジラが海に向かって歩いているようにも見えなくもありません。
ご視聴ありがとうございます。これまで長崎県の釣りをメインに、いろんな場所の空撮動画をたくさん収録していますので、よろしければご覧ください。これからもどんどん撮って紹介していきますので、よろしければ、チャンネル登録していただければありがたいです。